はやしおは、海上自衛隊の潜水艦。は、やしおが潜水艦の一番艦。艦名は、流速の速い潮流の意であるはやじおから由来し、この名を受け継いだ、日本の艦艇としては、旧海軍の影楼型駆逐艦、はやじおに続き二代目にあたる。はやしおは、第一次防衛力整備計画に基づく昭和34年度、計画潜水艦8701号艦として、 新三菱重工業神戸造船所で1960年6月6日に寄港され、1961年7月31日に浸水、1962年6月30日に収益し、クレチ包帯に編入された。1962年8月1日、クレチ包帯霊下に第一潜水隊が新編され、編入された。 1963年3月1日、第一潜水隊が自衛艦隊令下に編成がえ。1964年6月2日から8月19日までの間、我が潮と共にハワイ派遣訓練に参加。1965年2月1日、第一潜水隊が自衛艦隊令下に新編された第一潜水隊軍令下に編成がえ。 1970年5月20日午後6時40分頃、鹿児島県種子島東方約30キロの水域で、先行訓練中に大型商船と接触し、潜望鏡を損傷した。1977年7月25日、除籍。海上自衛隊ニュース、世界の感染台154号、解任者。1970年6月、41ページ。 ありがとうございます。